ここまでクルスク州の一部を制圧したウクライナ軍の今後の展開について伺ってきましたがここからはウクライナ軍の進軍に対するプーチン大統領の葛藤について伺っていきますこちらです。6日に始まったウクライナ軍の奇襲作戦を受けてロシア国家対テロ委員会は9日ウクライナ軍の奇襲作戦をテロと認定 ウクライナとの国境に接するベルゴロド、ブリャンスク、クルスクの3州に対テロ作戦体制を導入しましたしかしその3日後の12日プーチン大統領は安全保障担当幹部やベルゴロド州知事らとの会議で国防省の主な任務は敵を我が国の領内から追い出すことであり国境警備隊とともに国境を確実に守ることだと述べました 大泉さんこの奇襲作戦を受けてのプーチン大統領の対応このテロとして認定したということなんですけれどもどうご覧になっていますか明らかに変ですよね、はい、あのもうウクライナ軍という国家の,正規,軍の軍正規の軍隊がロシア連邦領内に進撃してきているわけですから、はい、どう考えても戦争なんですよね。ええ ただ、プーチン大統領はそもそもこの戦争を自分で始めておいて戦争って言わないと特別軍事作戦ですというふうふに2年半ずっと言い張っているわけですし今回もその第二次世界大戦後初めて外国軍隊が自国に侵攻してきているにもかかわらず発令したのはこの対テロ作戦体制 KTR ってやつなんですねあのロシアって非常事態法制が3つあるんですね。 1つがその非常事態例というのがあってこれはまあその自然災害とか原発事故とかの時に出ると、はい、でもう1個が KTR 対テロ作戦体制というやつでこれはそのまあ大規模なテロがあった場合にそのある地域で非常事態体制を敷くと、はい、で最後にその、まあ、いわゆる戒厳令ですねあのバイエンナイ・パラジエーニエ直訳するとまあその軍事事態みたいなのがあってこれがあると。 だから普通に考えるとどう考えたってこの対テロ作戦体制じゃなくて軍事事態例を出すべきなんですよ。はい、でところが、えー、それを出さずに対テロ作戦体制なので、えー、その全体の調整は軍ではなくてこの国家対テロ委員会、うん、FSB ですね、えー、連邦保安庁が中心となる国家対テロ委員会がやってるっていう極めて変な体制を取ってるわけですね。こ、はい、これを戦争とと言いいたがらないことなんかも全部ひっくるめて ロシアがあの第二次世界大戦以来の,この国を挙げての戦争になっているってなんか言いたくないという<ー>その強いなんかこだわりが見えるんですよね。な,るほどでなぜこうもそ、まあ、どう考えても現実と乖離してるんだけどなぜこうも変なことを言い続けるのかっていうのはちょっともうこれはもうプーチンにしか分かりませんけど。はい、やっぱりあの もうこれが戦争なんですとあの、うん、第二次世界大戦で2何百万人死んだってああいうのがまた戻ってきたんですよというふうに国民に思われた場合に、はい、それはさすがにプーチンがあまりにもひどい罪悪を持ってきたとうう思われるのが嫌なんじゃないかと思うんですね。うん、で実際、今回その戦争始まってから比較的プーチンの支持率は高止まりしてるんですこれはもう政府系でも民間系の世論調査でもそうなんですけど、はいえー、2022年の秋にその動員令を出したとき にはガッと下がってるんです、ねうん、で今回そのウクライナ軍が侵入してきたってことに対してもガッとその支持が下がってるってことなんで、はい、まあなんとなくみんなこうテレビの向こうの戦争であるうちはふーんって感じなんだけども自分の息子は戦争行くかもしれないとか本当に外国軍が,が攻めてきたっていうと何かこう急にえっ、ー、っていうふうになって支持率が下がるってそういう傾向、うん、やはりプーチンは。 ずっっっととロシアの指導者をやてててきて分かかいんんじゃないかと思うんですね、うん、そこであの2つ考え方があっていやもうこれは皆さんひどいことですよと言っていやもうぜひ大統領のもとに結集して敵を追い出しましょうという愛国心を煽る方向に行くのか、はい、いやもう大したことないですからテロですからその軍と FSB が協力して追い出しますからという程度で済ませるのか 2>,、うん、2つの考え方があると思うんですけどどうもプーチンという政治家はこの後者の方に行きがちなんですよね。人々に正直に 物事を伝えて私を信じてくれみんなで頑張ろうというよりはいやいや大丈夫大丈夫大したことないとうう言いたがるというタイプの政治家なんだと思いますこの,このクルスク州という場所の意味合い、うん、例えば第二次世界大戦の、まあ、独ソ戦の時に大規模な戦車あの,の戦,争戦闘があって、まあ、ロシア側がそれを撃破したということで有名な場所だと聞いてますけれどもそこに攻め入れ入られたということが、うん 逆にあんまり大きく伝わるとまずいということであえて過小にその報告をしてこれはテロ攻撃に過ぎないんですよとうう見せているというそういう側面というのはあるんですかね、まあ、あのやっぱりクルスクといえば有名な場所でもありますからね,ねあのそれもあるのかもしれませんただあの今、地図に出てますけどこの範囲をウクライナ軍に今その攻め込まれてますということ自体は当然ロシアでも報じているんですよね、はいで。大量難民が出てるってるとこもあの分かっまますののででそ 隠しきれないので、えー、なんていうかこういやクルスクは全然大丈夫なんですとさすがに言えないんですよ、うん、攻め込まれてるんだけど なんていうかこの自分がこれまで言い続けてきた戦争じゃないんです特別軍事作戦なんですとだから、基本的に皆さんは平時のままでいいんですっていう物語をなんかどうも壊したくないんじゃないかという気がします、ねうん、まあ一方でテロ認定しながら今回それに対する撃退をするためにロシア軍をそこに投入しているという部分もあるこれ、テロと認定するのであれば例えば治安維持部隊とかロシアの連邦保安庁とかそういったところで対応すればいいじゃないかという意見もあると思うんですけどあえてロシア軍で応戦しようとしているとここはどういうふうに 見ればいいんですかね、まあ、あのこれに関してはなんていうかロシア側もウクライナ軍が入ってきているということは認めているので祖国防衛のためにあの連邦軍を投入するってこと自体はおかしくはないんですよね、うん、さっきそのプーチンが言っていたあの国防省の任ロシア軍の任務は敵を撃退すること、はい、で国境警備隊の任務は国境を守ることっていうのは,これは国防法に書いてあるので、うん、あの別に不思議でも何ともないんですよ。 ただやっぱり不思議なのはいやじゃ敵が入ってきてるんだから、はい、もっと大々的にそのちゃんとこう戦時体制を敷いて追い出せばいいのにと思うんだけども、うん、それはしないと、はい、であの一方で今回はその徴兵ですねその国民の義務として1年間だけ軍隊に勤務している普通の一般市民の若者たちもこの、はい、いやもうこれ祖国に攻め込まれてるんだからということで投入していると、うん、この2年半ずっとやってこなかったんですよ。よ あくまでも戦争するのはその職業軍人である将校たちと、歌手官とか志願兵だけでやるんです、建前は比較的守ってきたんですね、うん、これは2003年にプーチン自身が決めた方針なので、はい、なかなか覆せなかったと思うんですけども、それを今回は、いやまあ、でもそれはもうしょうがないから、徴兵の人も戦ってもらいますよね、うん、という建前でやってるので、まあ、こう平時ではない、あの全くの平時ではないというふうにはもう、 言わざるを得ないんだけどでも、やっぱ戦争じゃないとは言いたいというなんか非常になんかこう中途半端なところにいるんでしょうで、それをプーチンのものすごい窮地と見るのか、はい、結局、ずっと2年半そういうようなよく分かんないことを言ってごまかし続けてきて国民もまあなんとなくごまかされ続けてきたってことを考えるとこれまでの延長なのかというと、まあ、私はやっぱりこれまでの延長なんだろうとこの件でそのプーチンの権威が失墜して、はい、あの内側からロシアが崩れていくとかっていう契機には 今のところは見えないですね、うん、小泉さんおっしゃったように私のロシアのある詳しい知人のお話すれば、まあ、この、えーですね、プリコ人の乱 <laughs> あれに比べれば大したことないと。あ もう大きな熊に少しか少し噛まれたぐらいの蚊、はい、が刺したぐらいの話で熊を蚊が刺したぐらいの小さいないなプーチンを熊に例えれば熊、はい、のお尻に蚊、ね、が刺したぐらいのことであってあープーチンはびくともしないとこれぐらいのことではと,というふうに表現する方もいますしあるいはロシアからの初の報道アメリカの報道とかを見るとかなり世論が騒いでて。 でプーチン政権が危ないとか、うん、それから新興財閥のオリーガルヒのですね、うんえー、有力な1人がプーチンに対して反旗を翻したとか、はい、かなりそのプーチン政権の基盤が不安定化しているぞという報道もたくさんあるんですよね。だから両面がいっぱい出てるんですけどもおそらくこれぐらいのことでは動じることなく、えー、まさに特別軍事作戦というものをずっと貫き通して、はいうん、でいずれは力でこの クルスクをです、ね、取り返すんだろうと、はいで、実は現状、ポクロフスクというです、ね、東部のところ、ですよね、はい、ちょうど今、地図に出ていますけども、このドネツク州ですよね、はい、ここのポクロフスクで、でその手前にあるニューヨークですね、もうここを報道ではロシア軍が制圧したと、うん、まだだという報道もありますけども、はい、まさに東部の戦線については、 あのまさにロシア軍がびくともせずに、はい、このクルスク州の状況に対しては全く関係なくどんどん攻め込んでいるので、うん、まあそういう意味ではウクライナ軍にとっては非常に窮地なんですよね、うん、まあこの作戦が賭けといわれる一つのゆえんであってもともといろんな目的が今回あるというふうふに申し上げましたけども、うん、あの緩衝地帯を作るというのもありますけども作った上で、はい、こで一番危ない東部の戦線 ここを押している、ポクロフスクを押しているロシア軍の東部の戦力をクルスクの方に引き込むというふうに彼ら、ねえー、考えているというふうに思うんです。 あと、まあ、岩田さんが今回のそのウクライナ軍による、そのクルスクシングについて、まあ、ちょっと一つのキーワードで捉えた方がいいということで、今、こっちに用意したんですけれども。はい、このようなキーワードで、今後の政局への影響を読み解いていらっしゃいます。こちら、けんせい、抑留ということで、こちらは軍事的には、具体的にはどういった動きのことなんでしょうか。これはですね、けんというのは、敵を引き付ける。うび、ん、き、まあ、今回で言えばですね、東部から。 ククルスク州の方にですね東部戦力をロシアの戦力を引きつける、はい、で抑留というのは引きつけたまま離さない、うんえー、まさにですね一番危ないところのこの東部正面の圧迫をですね、えー、削減するために東部のロシア軍をクルスク州に引きつける、はい、で引きつけたらそのまま抑留するというですねそのまま離さないという作戦、うん、こういう目的も一つあると思うんです。 で現状はですねこの目的は達成できてないんですよね。うん、だそういう意味ではまだまだこの緩衝地帯を持ったままですね、はい、ウクライナが頑張ると思うんですけどが、うんまあ、ロシア軍も逆に言えばこの東部正面から戦力をクルスクに回すということはウクライナ軍の目的に乗ってしまいますので、はい、それやりたくないんですよ。 先生には使わないという徴収兵を使ってみたり、うん、それからレニングラードとか南のクリミアの黒海、ね、艦隊の海兵隊まで今て、えー、北にです、ねはい、移動しつつあるという報道もありますので、はあ、東部は引き続きずっと攻撃をさせたままで、はい、他の戦力でなんとかこのクルスキを取り,か取り返したいというのが今の。うん プーチンののの大統領の考えじゃないのかないいかと思いますね、うん、小泉さん実際その、まあ、ウクライナ側が、まあ、ある程度このク,リスク,クルスクの進軍によって、まあ、東部で劣勢に立たされている中で東部のロシア軍を剥がしてなんとかこっちに応戦させようという、うん、あの意図があるとすれば実際、そういう動きになってくる可能性いうのはありますかあのい 一定程度東部から転用された部隊はあるようですが、まあ、全体として見れば本当にわずかな数でまあ、岩田さんおっしゃるように、その牽制抑流という目的は現状全然果たせていないんだろうと思うんですね。うん、で、ただ、あの先ほどその岩田さんのお話面白いなと思って、その熊を嗅がさしたみたいなんですね。で。<laughs> 確かにそうなんだと思うんですけど、はい、<laughs> やっぱりあの刺されると痒いわけですよあのウクライナもそのか蚊が熊を噛み殺すことができないということは分かってクルスクに攻め込んでるんだとするとかゆく刺すって何したいんだろうということです。うん、であの本当にわずかなんですけどロシア側に食い破ったことによって、はい、西側のそのオーディエンスの中で。 一つ、あんまりこう言えなくなってしまった話として、はい、今,の今の接触戦、今の戦線で即時停戦ということが、はい、なかなか言いにくくなったと思うんですね。なるほど つまりもうこのウクライナのこの今の状態で諦めさせて、うん、でおそらくそれはもうプーチンは自分自身でもそれは最低条件であって、はい、あの今の領土は当然もらうけどもさらにその先にこうウクライナの NATO 非加盟とか、はい、あの政権を変えろとかいろんな要求をするんだっていうふうにプーチン言ってますから、うん、そういう停戦を押し付けられかねないわけですよね、うん、だからこれはさっき言いましたけど停戦というより幸福に近いものを押し付けられない、はい、か,かねない。 ところがころの一部なんだけどロシア領側に食い込むことによって今のラインで停戦というのはなかなかそういう早期停戦論がロシア側におもんぱかると言いにくくなるという効果はあると思うんですね、はい、やっぱりこういう意味でも鉄頭徹尾、この政治的な作戦なんだろうなというふうふに思っています。うん ここからはプーチン大統領が核使用に踏み切るレッドラインについて伺っていきますアメリカはプーチン大統領のレッドラインについてこのように考えていましたバイデン政権はアメリカが供与した武器を用いたロシア領内への攻撃をレッドライン超えてはならない一線としてきましたそんな中ゼレンスキー大統領は19日の演説で越境攻撃でレッドラインという考え方は崩れたと言及しました 小泉さんウクライナ軍の進軍でこのアメリカなどが想定していたレッドラインというのは本当になくなったといいうううふうに見てよろししんでしょうかまずあの、アメリカ側もどこかに明確なレッドラインが敷いてあってそれを超えた瞬間にプーチンが自動的に核を使うというような考え方はしていなかったと思うんですね、ええ、これもそのアメリカ自身が核保有国として核というのはそういうふうに使うものではないということは重々分かっていると思うんですよ。よ、はい ただ、あのでもどこかでプーチンは核を使う決断をする可能性があるわけですね例えば本当にクレムリンにウクライナ軍が迫ってきたらきっと使うんでしょうねというん、た極端を考えればこう今からそのどこか極限状況までのスペクトラムのどこかでプーチンは核使用するんでしょうと。 それがどこなのか分からないので思いっきり手前の方に安全側を取ってウクライナ支援をしてきたというのがまあ現状なんだろうと思うんですね。それに対してウクライナからするといやそんなにめちゃくちゃ安全を取られたらうちの国の方が先になくなっちゃうんですよというのがおそらくウクライナ側の言い分で,でアメリカ側の言い分はまあそうなのかもしれないけどもウクライナのために第三次世界大戦を起こすわけにいかないんですよというのがまあずっとこの2年半すれ違いが続いてきたんだと思うんですね。 だからまあそのウクライナ側はそのレッドラインがどこにもないですよとはもちろん言わないと思いますゼレンスキーだってどこかにプーチンが核使用を決断する一線はあるんだろうけどもそれはアメリカが今、取っている安全ラインよりもずっと向こう側のはずであるともう一個はその線は固定されたものではないとそのプーチンという人間の非常に曖昧なあの決断の中で決まるはずであるっていう、まあ、多分、この2点を示してみせたいんですよね。 だからその去年6月のクレムリンへのドローン攻撃から始まってずっとそういうことをまあ示し続けていてで徐,々に徐々に確かにアメリカもこう制限を解除してくるんだけどもこのペースでやられたらやっぱり我が国の方が先になくなっちゃうというのに対してまあ非常に思い切ったことをやってみせたでそれでもうさすがに分かったでしょというボールを。 ワシントント側に投げている状況なんだと思いますね、うん、あのロシア側がどの時点でじゃあ核のボタンを押すのかという意味で1つの参考になるとずっと言われているのがこのロシアの核ドク,ドクトリンという考え方がありますけれども、うん、まあこの中でまあ弾道ミサイルの発射とかあの核兵器の使用とかってあのそれに対して報復するということは入っていますけれども、うん、その他条件として 視覚的に重要なロシアの政府軍事施設への干渉また国家が存立危機に瀕する中通常兵器による侵略ということでじゃあ今回のウクライナ側の奇襲攻撃がこの例えば下の2つに当てはまるのかどうかという点ではそこに当てはまると全然見てないからレッドラインという感じになってないということなんですかね。 うんとまあ、どれでも当てはまるといえば当てはまるんですよね、うんであの。これはロシアの,その2020年に公表したその核抑止政策の基礎という文書の中に書いてある4要件なんですけど、ねはい、あのこれを見ながらプーチンがじゃあこれが起こったから書くねとかっていうにチェックリスト方式で考えるわけではないんですよね、うん、あくまでもこれは宣言政策っていってあの相手国にしてほしくないことをし,てもしないようにしてもらうために出している。その 核保有国なりのこんなことはしないでねリストなんですね、はいで、それをしたから本当に核を使うとは一言もあの誰も言わないわけです、うん、あのこれ、ロシア語の表現でもうこういう事態に対してロシアは核使用の権利を留保するって言ってるんで、はい、自動的に使いますとも、やっぱりこの文書の中では書いていないんですよ。うん、でなので、あの例えばそのさっきお話しした弾道ミサイル警戒レーダーへの攻撃なんていうのは3番目に思い切り頭まるわけ それからこの国家が国家存立危機という話も果たしてこのロシア連邦という国が倒れるような話を言っているのか、うん、そのロシア連邦が彼らが考える形で存続できない一部が外国に奪われるみたいな話も、はい、これも存立危機と言えば言えばななくないわけですよね、はい、非常にこう最大限いろんな解釈の幅があるようにあえてこういう言葉を使っているわけですけども、はい、その中の一部を実際にほらロシア領取ったけど核なんか使えないでしょという,ふうに言ってみせていると。 いいうこととなんだと思います、ねはい、なるほど岩田さん、この辺りあの、まあ、核が使われアメリカが初めにその原爆で使って以来核保有国の領土内に非核保有国が攻め入ったとっいうケースはそんなにないと思うんですけども、うん、もうその珍しいケースが今ここで発生しているという中でこの この戦況、まあ、奇襲攻撃ですけれどもこれでまあ核兵器は当分使ってこないだろうと今、見られていますロシアがこれによって核の概念というのがだんだん変わってくる可能性もあるんですかね。あの戦略核抑止という観点では、まあ、あのウクライナが仮に,あ仮にというかもう攻め入りましたけど、はい、やっぱアメリカの抑止力が働いているので、はい、戦略核は使えないです。よね、うん、で今問題になっている核の まあ報復があるかないかというのはもうちょっと小型のですねえ低出力のいわゆる戦術核と言われているまあこれの脅威があるかないかと言われているんですけれどもこれも一応アメリカの抑止がまだ働いているだろうと言われていまして2022年でしたかあの9月にですね秋にあのハルキウの正面にウクライナ軍があ今回のようにですね電撃作戦で一挙に取り返しましたよね。あの時はロシア軍が そこに核を攻め込んだウクライナ軍に対して核を使うかどうか小型の核をですねといった検討したという報道が流れててそれに対してアメリカはもし使ったら通常戦力だけどもウクライナ領内にいるロシア軍を全て殲滅すると言って止まったとどこまで本当か分かりませんけどもまあそういった抑止体制が今ある程度ある範疇の中での 越境攻撃というのは、うん、ある意味ゼレンスキーがそこはやってみせたということだと思うんですよ。はい、だからそういう核体制が落ち着いている中での,、はい、あの一歩入ってみせたということは今回意義あったかなというふうに思いますね、うん、まさにその岩田さんおっしゃった2022年の段階でプーチン大統領の発言にこういう発言がありましたロシアの土地を奪取するいかなる試みも核攻撃による報復につながるレッドラインと捉える。うん まあ,あの時は本当にあのロシアの領内への攻撃をすることによって核のボタンが押される可能性があるんではないかという懸念もありましたけれども今、ロシアのプーチン大統領の認識はそことはちょっと違ってきているというふうふに確かにあると思いますね,ねただ、今回自分自身でタイトル作戦と言っているんですよ。国家の危機に瀕してたら 本当に軍事行動を取りますよね、うんえー、特別軍事,作戦あ特軍事作戦ではなくて、はい、完全に戦争状態ですよね、自らそうやって引き上げたくないところを逆にゼレンスキーはついたとう、はい、ういうふうに見てもおかしくなないいんだと思いますね、うんうん、なるほど小泉さんはどう考えますか、まあ、あの本当にそうなんだと思いますね、だから今のお話聞きながらふと思ったのは、まあ、確かに対テロ作戦というのは、はい、核は使わないよというメッセージであるようにも。 見えるんですよね、うん、でやっぱりあのプーチンはこの戦争始まってからずっと繰り返しその核の脅しみたいなことは言いつつあの核を使ってしまったら本当にやばいので使いはしませんからねってメッセージも同時に出し続けるんですよね。うん、だからこれが今そのロシアとウクライナの通常戦争に収まっている限りはいいんだけども、はい、核使ったが最後西側が介入してくる可能性が少なからずあるし、うん、その場合どこまでエスカレートするかはロシアにもアメリカにも分からないっていう不確実性は 常にひしひしと感じながらやってるんだと思うんですね。はい、だから、この意味ではあの明示的に同盟って形じゃないんだけども、そのアメリカとのエスカレーションリスクがロシアの行動に抑制かけてるという意味。では、ま講、あ、義の核抑止がやっぱり効いてると、うん、いうことはまあ、はい、言えるのかなと、えー、思います。あと、まあそのこれ、小泉さんにちょうどあのそれに関する質問が来てるので、はい、1> 1個聞きたいんですけど、はい、東京都の男性40代の方でロシア国民にとってのレッドライン。 というのはあるのでしょうか？ウクライナ軍による領土侵攻があっても、ロシア国民の反応は鈍いように見えます。例えば、ロシア軍人え、母の会が発言力を失うほど、国民一致で協力するような事態はあり得るのでしょうか？やっぱりロシア人って愛国心強いと思うんですよ。私、あの、うん、大変愛国心の強い人たちだと思うし、はい、あの本当にこう自国が。 あの国家存亡の危機になった時ってのは実際こう、第二次世界大戦中もものすごい数のパルチザンたちが戦うわけですよね。うん でそれはまあ強制されて戦う人もいるんですけど本当に自発的に戦ってあの命を落としたという人々が何百万人も本当にいるというすごい国なわけですよね、はいで。そのロシア人がいまいち今回やっぱりこうそういうモードになっていないというのは、うん、そもそも政府がいやそこまでしなくて大丈夫なんですというメッセージをずっと出し続けながら戦争している、はい、とするとまあ国民の方もも大丈夫なんですかというような雰囲気で、うん、あの我も我もとあの国家のために立ち上がって死ぬんだと。 といいう雰囲気にはなななってないかなとだからここであのウクライナ軍がその占領地域でロシア軍がやったような蛮行ですね、うん、本当にこう占領地住民を無差別に虐殺するであるとか、うん、みたいなことをやり始めた場合っていうのはロシア国民が当然起こる可能性はあると思うので、はい、あのウクライナ軍の現地の,その軍機ですね これはその意外と戦略的な重要性があると思います、ね。ちゃんと規律正しい部隊を投入しておかないと、あの結果的に逆効果になる可能性があると思いますが、まあ、とりあえずこの2週間の間、もちろんこう兵隊たちがこう。いろんな乱暴はしてるんでしょうけども、なんかこうウクライナ世論あ、ロシア世論をこう沸き立たせるようなとんでもない。非人道行為っていうのは今のところ見られないです、ねうん。ウクライナ側は今回のその奇襲攻撃の成功を受けて、最終的には？ロシア ロシアとの停戦ということをどれぐらい先に見てどういう形でやろうとしているのかというあたりこの辺りは岩田さんどう見てますかあのこれはやはりです、ね、いろんな目的の中の1つの停戦条件を有利にするということと、うん、もう1つはこれ自衛権の範疇だということを国際社会にも国際法にも認めさせるためには、はい、あのプーチン、ゼレンスキー大統領も言っているように こ領土を取るるとと目的でではないと言ってるんですよね、うん、まず圧力をかけて、はい、であわよくば停戦条件に有利にしたいという思惑があるわけですから、はい、ずっと持ち続ける必要もないしそういうこともしないし、うんえー、ただある一定の期間を持ちたいということだと思うんですよ。うん、でそれがロシアが、うん、あの攻勢が強くなればなるほどこれは持てないので逆、うんうん、らざるを得ないんですけど、うんはい、まあ まさにここが小泉さん、どう考えるんですかあの本当にそうだと思っていて、そのプーチンが開戦当初から言ってるいろんな停戦条件を口にするんですけど、はい、あのずっとぶれてないのは、非ナチ化、非軍事化、中立化のこの3点セットなんです、ねうん、これはずっとぶれないんですよ。はい だから非り、まあ、非なとってのは今の政権を下ろして、まあ、おそらくはロシアの傀儡政権作らせろって話ですよね、ではい、軍隊持っちゃだめで同盟も入っちゃだめっていうことにするともう全くこれは逆らえない国になってしまう、ウクライナによロシアによって主権を制限された国になってしまう、うん、でそれならまだ良くて結局、完全に牙抜かれたところでもう一回改めて攻めてくる可能性だって大いにあるわけですよね。こんなな停戦はいので 多分このかなりの土地をロシアに捉えたままになるってことは覚悟の上ででも、この主権条項ですね、その軍隊を持っていいのかどうかとか、政権を自分たちで選べるのかどうかみたいな問題っていうのは、ここだけは絶対手をつけさせちゃいけないと思うんですね。だからこの条件さえ ちゃんと突っぱねられれば、はい、ウクライナがその領土を取られた状態でも、まあ、なんていうか判定勝ちみたいな状態には持っていけるんだと思うんですね、うん、で逆に言うとこの領土を取られてさらに前線がもっと押し込まれている状況でこの主権にまで手を突っ込むような停戦条件を飲まされる場合ってのはこれ本当の敗北ですよね。うん それを回避するためのこのクルスク作戦だったとすると軍事的には意味は小さいけれどもあの政治的な意味は大きい可能性があるので、うん、さてじゃあ、このクルスクを捉えた状態のままここからロシアとウクライナの停戦という話が始まるのかどうかですねというところが私は今後、非常に大きい意味を持つと思います。ま、うんはい、まさにそこを注目したいいと思いますよね、うん それではウクライナ軍のロシア領先圧製品の鍵はと題してご提言をいただきますまずは岩田さんお願いします今回の影響攻撃の目的の一つでもあるアメリカのですねウクライナ領内に対する長距離兵器の使用それから供与ですねこの制限を解除させるということが達成できればですね次の大きな選挙区のまた新たな大転換になるとこれ次の焦点かなと 大統領選の結果が出る前にもこういうことを何とか持っていきたいという意図がある,と、ねねね、るありがとうございますでは小泉さんお願いしますはい、私は勝利条件としてるんですけども、まあ、つまりこのロシアの領内までわざわざ食い込んでいくってことの目的が何であるかによってこの作戦がうまくいったかうまくいかなかったかってことは変わってくると思うんですよねこう闇雲に占領地域が広ければ成功というものでもないし まあ小さくても何らかの,その設定した勝利条件が達成されていればもちろんそれは成功であるということになりますのであのウクライナが何を狙っていて実際何を達成したかということがあのこれから我々、見ていくポイントになると思ってます、ねうん、ロシア国内の世論がまた動き出てきたらそれはまた状況が変わってくるということありますか、ね、変わるとは思うんですけどねただやっぱりこうなかなかこれまで私が見てきたロシアの感じとしてここでみんながこうプーチンを倒してしまえという方向に 私はなればいいと思ってますけども、うん、でも多分そうはならないんだろうと思ってますね。